アデノウイルス。アデノウイルスは二重差直鎖状 DNA ウイルスで、カプシドは直径約80ナノメートルの正二重面体の球形粒子をしており、エンベロープは持たない。アデノウイルスは感染性胃腸炎、ライノウイルス等とともに、風邪症候群を起こす主要病原ウイルスの一つと考えられている。アデノウイルスのゲノムは単一の二重差直鎖状 DNA からなる。 DNA 両側のご末端に TP タンパク質が共有結合しており、これが DNA 複製の際にプライマーとして機能する点が特徴的である。標準的には長さ26から 46KBP で23から46のタンパク質高度遺伝子を含んでおり、基本的な構造や機能はすべてのアデノウイルスに共通している。ここでは、 ヒトアデノウイルス E を例として説明する。ヒトアデノウイルス E には転写単位が17個あり、それぞれが1から8個のタンパク質遺伝子を含んでいる。またそれぞれの転写単位から選択的スプライシングによって複数の異なった MRN が生じる場合もある。E1A、E1 バイト、E2A、E2 バイト、E3、E4 の6つの転写単位は、 ウイルスの増殖サイクルの初期に順次転写される。ここに存在する遺伝子から翻訳されたタンパク質は主にウイルスゲノムの複製や転写の制御と宿主の感染応答の抑制に関与する。転写単 L1L5 は増殖サイクルの後期になって転写され、主にウイルスのカプシド形成に関わる。これらは単一のプロモーター領域で制御されており、 一つの転写開始点から転写を開始し、下流にある5つの転写集結点のいずれかで、ランダムに転写集結して5種類の mRNA 線具体を生じ、さらに選択的スプライシングによって様々なタンク質を高度する mRNA になる。以下の表にヒトアデノウイルス E のタンパク質、高度遺伝子38を示す。それぞれの機能の概略は以下の通りである。 B 種以外のアデノウイルスは免疫グロブリンスーパーファミリーに属するカータンパク質をレセプターとして宿主細胞内に取り込まれる。そして E1A の転写をきっかけとして各種の初期遺伝子が活性化されウイルスの DNA ポリメラーゼや DNA 結合タンパク質、感染細胞のアポトーシスを抑制する物質が合成される。さらに E1A は ウイルスの DNA 複製に都合の良い S 期に誘導する。その後、ウイルス DNA の複製が始まると、後期遺伝子が発現され、カプシドなどが合成され成熟したウイルスとなる。人に感染するアデノウイルスは2016年現在、51型までの結成型と52型以降の全延期配列による遺伝子型が知られており、AG の7種に分類されている。 種によって、どのような病気を起こすのか、ある程度判明している。多くのアデノウイルスは、潜伏期は5から7日で、感染経路は、瓶、飛沫、直接接触による。感染した場合、アデノウイルスは、扁桃腺やリンパ節の中で増殖する。アデノとは、扁桃腺やリンパ節を意味する言葉。種として3.7型による、特に7型は、重症の肺炎を起こす。 入幼時がかかることが多く、髄膜炎、脳炎、心筋炎などを併発することもある。だらだらと長引く発熱、咳、呼吸障害など重症になることがあり、時に致命的なことがある。主として3.4型による、1日の間に39から40度の高熱と、37から38度前後の微熱の間を、上がったり下がったりが4から5日ほど続き、 扁桃腺が腫れ、喉の痛みを伴う。その間、頭痛、腹痛や下痢を伴い、次回全部及び、頸部のリンパ節が腫れることがある。両目、または、片目が、真っ赤に充血し、目やにが出る。夏にプールを介して流行することがあるため、プール熱とも呼ばれることもあるが、プールに入らなくても、飛沫や糞便を通して感染する。うがい、手洗い、プールの塩素消毒などで、 ある程度予防できる。症状がインフルエンザに似ているため、夏のインフルエンザと呼ばれることもある。学校保健安全法上の学校感染症の一つであり、主要症状がなくなった後、二日間投校禁止となる。種として8、19、37型によるとされてきたが、近年の日本においては53、54及び56型によるエックが多発するようになった。 これらはいずれも D 種アデノウイルスである。B 種の3、7型や E 種の4型による場合もあるが、D 種より軽症である。目が充血し、目やにが出るが、陰頭結膜熱のように高い熱はなく、喉の赤みも強くはない。結膜炎経過後に、天井表層角膜炎を作ることが多く、幼少にでは、疑膜性結膜炎になることがある。 角膜混濁が発症することがあり、数ヶ月以上も症状が残ることがあるので眼科での治療が必要である。流行性格結膜炎は、学校保健安全法上の学校感染症の一つで伝染の恐れがなくなるまで、登校禁止となる。主として11型による、肺尿時痛があり、真っ赤な血尿が出る。排尿時の痛みと肉眼的血尿が特徴で、 これらの膀胱炎症状は2から3日で良くなり、尿検査での先決も10日程度で改善する。主として1.23.46.7型による、目の痛み、はじめ、涙目、目やにを訴え、結膜に小さなブツブツができる。腸管アデノウイルス胃腸炎と呼ばれる。主として31.4041型による、潜伏期間は3から10日、集団感染は、 食品中では増殖しないため、人から人への感染様式で広がる。入幼時期に多く、摂氏37度程度の発熱、腹痛、嘔吐、下痢を伴い、下痢は1週間以上長引くこともある。治療は、対象療法。人だけでなく家畜、牛においても、胃腸炎症状を発症させ、出血性の腸炎症状を起こすことがあると、報告されている。 消毒剤への抵抗性が強く、塩素消毒が有効であるとされている。皮膚や環境表面から除去することは困難なため、患者に接触する場合は、手袋、マスク、メガネ等により感染を防御する。ウイルスの増殖に必要ない一領域を結失させ、代わりに外来の遺伝子を組み込んだアデノウイルスは、遺伝子を組み込むベクターとして用いられる。レトロウイルスの場合は、 細胞の染色体に組み込まれるが、アデノウイルスの場合は染色体に組み込まれない。ただ、欠点としては、免疫系に認識され炎症反応が起き、遺伝子を導入した細胞が排除されてしまうことである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。